こんにちは、ヴィンセントです。今回はアルジェキティを使って4次元を攻略していきたいと思います。これね、もうすごい欲しかったんでとりあえず交換してみたんですけど、これやばいですね。めちゃくちゃ強いです。リーダースキルとスキルと、もう本当にね、全部書いてあること強くて、で4次元で言うと、もう本当に発狂セーフもなかったら積む要素がないですっていうレベルで、マジで強いです。ちょっとね、使ってみてほしいです。興奮します、これ本当強くて。まずはアルジェキティ、自分の方ですね、アマージュをつけてます。とりあえず、デメリットだけ言うと、ステータスがね、そこまで高くないっていうところがあるんで、ヒットポイントはある程度持ってあげた方がいいと思いますね。でリーダーチェーン耐性をつけてます。でマリエルですね。マリエルの枠は、属性吸収と操作時間の書き換えっていうのが欲しいんですよね。ダメージ吸収に関しては最初だけなんで、とりあえず無視してもらって OK で、でもしマリエルがない方は、それこそね、代用で言うと波とかがよく挙げられるんですけど、波は操作時間の書き換えがないんで、まあ、火力はちょっとね、ある程度無視しても、それこそ、例えばバレンタイン、アンドロメダカとか、あとは、まあ、クラピカみたいな、とにかくその短いターンで操作時間書き換えと、まあ、属性吸収もあるキャラクターが理想。まあ、メインは操作時間かなって感じですかね。それを上書きできるキャラクターがあるといいと思います。で、家具槌の採用理由としては、まあ、雲耐性があって十字があってっていうところでの採用ですね。で潜在に関しては、アルジェキティが無効貫通無視できるんで、この辺はまあ割と自由ですね。火力出したいなら上限解放とかにした方がいいと思います。で超転生ラードラゴンですね。アルジェキティが自陣で1体しか編成できない場合は、このラードラゴンが非常に優秀。まあ、水枠もつけれるし、でこの進化スキルなんですけど、3ターンで、全ドロップをロックを解除し、5属性プラス回復と。なんで、アルジェキティ2体にこのラードラゴンを毎回使うことによって、盤面をね、どんなぐちゃぐちゃにされようが全部ロック解除して変換してくれるんで、その辺のね、やっぱストレスのなさっていうのが非常にこのパーティーは神がかってるなっていうところですね。毒耐性とお邪魔耐性に関してはもう完全に無視で OK ですね。はい。でヨーダです。ヨーダはもう単純にね、消せない体質が2ターンで打てて回復できるっていうのが非常に強いんで採用してます。まあ、ただここはヨーダじゃなくても、それこそダグザみたいなキャラクターでもいいですし、ウェイをいっぱい持ってて消せない回復の潜在をつけてもらえれば OK ですね。でそれこそ例えばダグザとかだったら暗闇耐性プラスも持ってるんで、でスキブもいっぱい持ってるんで、もっとねいろいろつけたいのをつけることができるかなって感じですね。はい。でドフラミンゴです。ドフラミンゴもこのスキル自体がまず回復がない5属性に変化してくれるんで、このアルジェキティと相当相性がまずいいですね。で自分の攻撃力が5倍に全ドロップを強化っていう、この辺のスキルも非常に強いんですけど、今回はドフラミンゴはメインのスキルとしては使わなくって、後半の方で水ミル対策っていうところで五条武器で、まあ初手で遅延をね打てるっていうところと、この帯耐性がついてるっていうところでの五条を採用してます。でフレンド枠の方のキティにはこの自動回復がいっぱいついてず、ぶっちゃけこんな自動回復いらないんですけど、ちょっとフレンド枠のこのアルジェキティが少なかったんで採用しました。まあ、なんでここ割と自由というか、ヒットポイントが足りない人はここヒットポイント盛ればいいし、耐性を何かここでつけたい人はつければいいしって感じですね。ではやっていきたいと思います。はい。では立ち回り喋っていきたいと思います。とりあえずこの時点でアルジェキティの変身はまだできないんですけど、遅延もかけられちゃうんで、まずこのね遅延をかけて、でまあマリエルもね一応空打ちしてもらって、でラードラの進化スキルの時に2ターン並走かけれるんで、であとはまあ適当にこんな感じで消費してもらって、で敵の残りが1になったタイミングで、アルジェキティが変身できるって感じですね。でとりあえず1回どんな感じの火力が出るかなっていうので、まず殴ってみるんですけど、まあ一番右のやつにつけてもらうといいかな。
はい、こんな感じでね、もう超絶火力も出るんですよね。だからもうエンハンスとか必要ないんですよね。超重力とかやらない限りはマジで火力出ます。で2階層なんですけど、4次元やる上で2階層って実は相当鬱陶しい場所なんですよね。特にこの闇が出ちゃうと、これがアルジェキティの場合はもうほぼほぼ関係ないというか、別に誰が出たところでここで積まないんですよ。多色使ってて、ここの階層が積まなかったりするのって初めてなんじゃないかなって結構思ったりするぐらいちょっと感動的でしたね。で十字を組むときに、今回十字持ってるのがマリエルなんで、まあ光か水なんですけど、火はマリエルの副属性のとこだけなんで、できれば火で組むのがいいかな。でない場合は、まあ組まなくていいです、無理にって感じでやってると、もう普通にまず半分削れるんで、でそこからね適当に超暗闇かい消しながら適当に殴ってると倒せるんですけど、こんな感じで毎回5万5000か、この編成だと5万5000勝手に回復してくれるんで、2階層で積む部分って、その闇を削ってる間にその他の3匹の攻撃を食らいすぎて積むっていうパターン結構多いんですよ。だけどこれは自動で回復5万5000勝手にしてくれるんで、まあ自動回復のね度合いはその覚醒だったりっていうので結構変わってはくるんですけど、ここで 4,5 万普通に回復できたりするんで、もうそれだけで相当積む要素が減るんですよね。なんでこの回復下げられてるのももう無視しとけばいいっていう、これはちょっとね革命的なんじゃないかなと。毎回盤面をこう変えるっていうのは結構あったんですけど、あでここはあれですね、ヨーダの裏のスキルを使って突破って感じですね。まあ、ダメージ吸収に関してはここだけですね。はい。って感じで戻るんですけど、そういう風だったんですよ。だけど、盤面を全部変えるだけじゃなくて、ヒットポイントも回復してくれるんで、回復少ないな、回復ここ2個、2セット消さなきゃいけないなっていうのが、この編成においてはないんですよね。これって、やってみたらわかるんですけど、めちゃくちゃストレス少なくなるんですよ。何もしなくてもなんかほぼなんか全回復というか、でそれプラス特にこの編成で言ったらラードラゴンも入れてるんで、その99ターン例えば落ちコンなしとかされてても上書きできるんで、なんやかんやハートもね落ちコンとかで結構来たりするしっていうのを考えると、本当に回復とかは考えずに常になんか全回復してるみたいな、そんなイメージなんで、もう超絶楽ですね。でコンボ加算も結構あるから、こういう今のところでも別に何の問題もないと。はい、でここもどっちの敵が出てきたとしても無効貫通のスキルを持っているアルジェキティのスキルを使えばなんてことない。ただ前職というかハート以外の全部を消すだけでもう普通にワンパンできてしまうんですよ。だからエンハンスもないし回復も消さなくていいし、で盤面どんなにぐちゃぐちゃにされても上書き全部できるし、むちゃくちゃ強いですよこれ。本当に久しぶりにね多色使ってこんなに興奮しました。結構ねやってる時ってこうライブ実況してたらね結構興奮してたと思いますね。ライブ実況はまだやったことないんですけど、だからこれやってね、そのヤマタノオロチにしてもロックするし、でこの階層でいったらヨミの方が出てきたとしたら、一旦で倒せなかったらね水とかに変えられてロックとかしてくるんですけど、そういうロックとかはもうほんと全く関係ないんで、いやーこれはすごいですよ。結構ね革命的な強さですね。ほいでこれが石5個っていうのがまあ衝撃だし、もっと言ったら定級5枚で交換できるっていうのはねもう本当にありがたい話ですね。はい、でここの階層も別に誰が出ても OK ですね。オシリスが出たとしたら、こいつもね本来は結構嫌なキャラクターなんですけど、リダチェーンつけてるからまず食らわないし、激減リーダーなんでね、その辺も非常にヒットポイントを減らされたりするのも特に気にならないんで、まあ、ネフティスがちょっと嫌かなって感じですかね。属性吸収が光と闇なんだったりするんで、でこの並びなんですけど、できればこれと同じような感じがいいかなと思います。ドフラミンゴと最後のアルジェキティ、闇と光を右の方に揃えてあげるといいかなと思いますね。属性吸収結構ね光水木っていうのと光闇っていう
くくりが結構多かったりするんで、割とこういう並びにしてある方が属性吸収とかの敵というか、まあ、対応しやすいですね。で10階層に関しては別に、もう片方の敵が出た場合は初手でヨーダ使ってあげて1回、解除してから殴って、でまた、次は回復が消せないしてくるんですけど、そこは無視してもらって OK でみたいな感じでやっていけば余裕で倒せますね。でまあこの階層に関しても、光の方であればとりあえず無効貫通である程度殴る、で木の方が出た場合はワンパンで倒せるんですけど、マリエルを使って、でマリエルのスキルを使ってるターンはマリエルの火力が出ないんで、一旦適当にしてもらってから殴れば OK です。だからね、スキルダメを別にする場面もいらないというか、適当にずっと進んでいけるんで無駄がない、無駄がなさすぎますね。で光に関して言うと、まあヒットポイントも結構あるんで、一旦こんな感じで殴ってもらって、こっから4ターンかなの間に削ればいいだけなんで、もうどちらの敵が出たとしても楽勝ですね。これはね、ちょっと本当に効果迷っている方はこの強さはちょっと体感してほしいですね。まず楽しいし気持ちいいし、はい。でこの階層に関してはパイモンが一番きついです。なんでかっていうと、一番最後に、アルジェキティの持ってる属性が光だから、ちょっとねここはうまいことマリエルのスキルを使いながらやらないとって感じですね。でさっきその候補でクラピカっていうのを言ったんですけど、クラピカだったら何がいいっていうと、まず1階層クラピカだけで遅延かけることもできますし、ってなると五条も別にいらないんですよね。でもっと言うとクラピカだと2ターン継続するんで、属性吸収がっていう意味では、クラピカ持ってる人はかなり4次元はね、やっぱクラピカ相当適性高いんですよね。っていうのを入れるともっと全然楽かもしれないです。クラピカ持ってないんでね、使うことはできないんですけど、まあ、なんでこの階層はうまいことこんな感じでね、どうしても最後に回復されちゃうとなんかプラマイゼロみたいな感じになっちゃうんで、盤面はね、いかに毒されようが別にこうやって変えれるんでいいんですけど、属性吸収なんでこうやって、マリエル使えるタイミングでまず全力で殴って、こんな感じで殴る、まあ、本当はもうちょっと削りたかったですね。でまあ2ターンかけてまたちょっと削れない、まあまあほぼプラマイゼロなんですけど、最後に、マリエルのスキル使ってな突破するって感じですね。はい、でそんな感じで突破して、でこの階層に関して言うときついのは、ウルドですね。ウルドが出ると半分1個いった時に遅延かけてきちゃうんですよね。でこの編成ってその毎回キティとかこのラードラゴンを使って進んでいくっていうのが大前提にはなるんで、遅延かけられちゃうとやっぱちょっと弱いんですよね。でウルドに関してはそれやられちゃうんで、ウルドの時の立ち回り方がまあ、最初ね、ちょっと削って、属性的にはあいつ相性がいいんで、ちょっと削ってからマリエルのスキル使って一気に削るって倒すっていうのがいいと思います。で、まあこの敵に関して言うと、まあこれもね、マリエル頼みなんで、ちょっとずつ削りながらマリエル使えるところで突破していくって感じですね。なんでやっぱ属性吸収は結構必要なダンジョンにはなりますね。はい、でもともと4次元といえばこの階層が一番の鬼門だとずっと動画でも言ってたし、そう思ってたんですけど、意外とねこのアルジェキティではそう感じなかったですね。はい、まずはここをヨーダ使って消せないを解除していくんですけど、まあ初手はねルーレットしてこないんで別に全力で殴れるんですけど、でもねこれなんかねいろいろ
いろいろ考えてたらなんかパズルめっちゃ下手でしたね。まあ、ここでうまいこと半分ぐらいまで削れると、まあ2パンとかで倒せる可能性もありますね。でここはもうしっかりあの前職というか5色消すのを意識しながらやるんですけど、まあ普通に問題なく4発以内で倒せるかなって感じですね。やっぱ操作時間が長いから結構ちゃんと見れるんですよね。はい、まあこんな感じで倒せます。でもここまで来たらもう負ける要素が全然ないですね。まあこんな感じで99ターンの落ち込んなしもラードラゴンで解除できますし、で一応今回まああの4次元といえばミズミルが強敵だみたいなのが多分あると思うんで、ミズミル出したかったんですけど、ちょっとね3回やってミズミル出なかったんでもうちょっと諦めました。で、木と光に関しては立ち回り方は同じなんでいいんですけど、水に関して言うと、これ全然絶対問題ないんですよ。それなんでかっていうと、マリエルはまずため、まあもう嫌でもね勝手に確実すぐ溜まるんで、で1ターン目普通に先制攻撃プラス1回目のダメージは水見る普通に受けれるんですよね。で2回目の攻撃からこの確実のスキル使ってもらって、で3ターン軽減貼れるんで、要は1回目2回目3回目まで普通に耐えることができて、でこのドフラミンゴの裏のこの5条のスキルですね、これで無効化があるんで4回目のダメージは無効化で受けることができるんで、実質5回目のダメージ受けるまでに倒せばいいんで、まあ、相当余裕持って倒すことができます。なんでミズミルが出たとしても全然 OK ですね。かえってね多分この属性吸収が多いキーミルの方が多分鬱陶しいと思いますね。とりあえず光とか闇が吸収される場合はなかなか攻撃通りにくいんで、それ以外の属性の時に突破しに行くって感じですね。でこの辺でまあ確実にスキル使って、で126万真ん中行ったタイミングで飛んでくるんで、7万8000ぐらいあれば耐えれるんだけど、これだとね5000足りないんで、ちゃんとあの真ん中仕留めにというか真ん中まで削るときは確実にこの3ターンの軽減とかっていう、まあ、軽減スキルを絶対に貼ってください。はい、ってやるとまあ確実の場合の軽減だとこうやって5万1000ぐらいで済むんで余裕で耐えれますね。でまあここは普通に組んでもらって、でここも火水木回復されちゃうんで、なんでまあこういうのも含めてこの並びがいいんですよね。これ地味に半分また戻っちゃうと超根性ついてやっぱ鬱陶しいんで、ってなるとまあここからはこんな感じでね適当にやっていけば OK です。でこの辺からちょっと、削りが大きいと発狂踏む可能性あるなと思って、でここであのドフラミンゴのね無効化スキルを使ってます。やっぱね無効化はやっぱ最強なんでね、ある程度削った後に無効化を一旦貼るっていうこの保険を打つことができるのは非常にやっぱり強みですね。できればやっぱ残しておきたいですね。でまあ結構いい感じで削れました。発狂までではないですね、どうなんだろう 5、6% ぐらいかな残ってますね。でまあ暗闇のこう何があるかだけ見ながら、でまあいい感じで別に残ってたんで、もうあえて使わなかったです。変換スキルはこれで確実に突破できるなと思って組んでますね。まあ、多次元の動画はねちょっと多かったんで4次元の動画やってみました。もう本当にねこれは発狂さえ踏まなかったら簡単になってるんでね、相変わらず4次元は報酬もうまいし、よかったらやってみてください。ご視聴ありがとうございました。